こんにちは。埼玉5区選出の衆議院議員、枝野幸男です。利権、ばらまき、天下り、税金を食い物にしてきた古い政治の構造、少子高齢化が急速に進む中で、こうした古い政治はもう到底通用しません。私たちの明日の日本をしっかりと安心できる社会にしていくためには、こうした古い政治と真正面から戦って、限られた貴重な税金を老後の安心と子育ての安心、暮らしの安心へと集中投資していかなければいけません。それができるのは政権交代しかありません。古いしがらみを背負ってきた今の政治の流れの延長線上では、政治は到底変わらない。政権交代で暮らしの安心を作るために、これからも全力で走っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。